皆さんこんにちは、こんばんは。アメミーのホビーチャンネルにようこそ。このチャンネルでは様々な趣味の動画を載せています。もし気に入ったのがあったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。今日は Google ホーム、スマートスピーカーネストミニに、キュリオスマートロックを登録するということをやってみたいと思います。まず Google ホームを立ち上げます。で、左上のプラスボタン、追加と管理、そこからデバイスのセットアップで、ここに選択肢は2つあります。まず上の家にある新しいデバイスでやってみました。自宅、次で、これ実は何度かやったんですがうまくいかなかったっていうのがオチです。一回スキップします。で、その下、 Google と連携させる、こちらをタップしてキュリオを検索、そうすると出てきました。で、キュリオロックをタップして、これはあなたのアカウントですかと、ログイン。そうするとキュリオロックが出てきましたので、チェックをつけて追加します。OK Google。 玄関の鍵はどうなってる？すみません、お役に立てそうにありません。 OK Google。 玄関の鍵を閉めて。123はすでにロックされています。 OK Google。 玄関の鍵を開けて。OK Google。 123は閉まってる？123はロックされています。ということで接続はうまくいったみたいです。ただ玄関を開けるということはできないみたいですね。もちろんスマホでの開け閉めは今まで通りです。開けて閉める、開けて Google。 玄関の鍵を閉めて。OK Google。 玄関は鍵閉まってる？123はロックされています。 OK Google。 玄関の鍵を開けて。現在123でその操作はできません。ということでまとめると、声で閉めることはできる、状態もわかる、ただ開けることはできないみたいですね。これは多分セキュリティの問題じゃないでしょうか。家の外から大きな声で開けてと言って開いてしまっては困りますよね。ご視聴いただきありがとうございました。このビデオが気に入ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次のビデオでお会いしましょう。